ボタンを押してね、グッドボタンを押したらめちゃくちゃ嬉しいです。ベルボタンを押したらもっともっと嬉しいです。チャンネル登録お願いします。こんにちは、わらきり抜刀斎です。今日はですね、なんとフィッシャーズさんとコラボしたんですよ。で今ね、終わってフィッシャーズさん帰られて、まあ、今ここに私がまだいるんですけれども、シルクさん、モトキさん、ペケタンさん、マサイさん、ダホさん、まあ、5名来てですね、何をしたかというと、まあ、私わらきり抜刀斎で日本刀しかないので、ね、フィッシャーズに居合抜刀道を教えるという企画がありましてね、本日やってきました。それで今帰られたんですけれども、まあ、午前中刀の抜き差しから、ね、抜いてノートをしてっていうのをちょっと繰り返し反復練習して、で振り方を教えたり、あと居合の型をちょっと1本だけね伝授してました。で、そういうね、なんだかんだしてるうちにお昼になって、でお昼ご飯を一緒に食べ、で午後から試算ということで畳表をフィッシャーズさんに切ってもらうという形でね、その日本刀の、まあ、居合と抜刀道の素晴らしさとね、面白さ、まあ、日本刀の奥深さなんかをね体験してもらいたいなと思ってね頑張ったわけなんですけども、本当にねフィッシャーズさん皆さん筋が良くて、もう型も結構上手だったし、もう1日も本当数時間教えただけとは思えないぐらいもうすごく上達したし、切りも皆さんと上手に切って筋いいなっていう感じしたんで、ちょっとね私のところにまた修行に来ないですかなんていう話までしたぐらい本当に皆さん上手でね、びっくりしました。でこの撮影っていうのを忘れても本気でちょっと教えちゃって、もう逆にこう教えるのがもう楽しくなっちゃってね、本当フィッシャーズさんも本当真剣にやられて、でもまあ真剣使うだけにね真剣にやられてて、やっぱり教える側としても本当に楽しかったです。本当に楽しい時間でしたね。でそのね撮影の様子はちょっと私の方は静止画で、まあ、こんな感じっていうのを今出しますんで、こちらをちょっと見ていただければと思います。はい、こんな感じでね、楽しく型から試算からいろいろやったわけなんですけども、その動画のちゃんとした動画についてはフィッシャーズさんがちゃんと上手に編集、私なんでね弱小なんで編集前適当なんであれなんですけども、フィッシャーズさんの方が、ちゃんと動画編集してくれてそちらでアップされてますんで、ぜひフィッシャーズさんの、まあ、私とのコラボの動画を皆さんにもぜひ見ていただきたいので、概要欄に、動画のリンクと、あとここら辺に、まあ、カードを貼りますので、そちらから飛んでいただいてフィッシャーズさんの動画をぜひチェックしてみてください。ということでね、今回わらきり抜刀斎初コラボだったんですけれども、本当に楽しい時間でしたね。もうなんだろう、みんなに居合と抜刀を教えたい俺はまあもう本当にそんな感じでね、まあ学ぶ姿勢もやっぱり真剣だったし、もうだからもう本気で教えたし、でも本当もう短い時間で1日っていう短い時間で凝縮してね、
もうあそこまでできたらもう上出来かなと自分でも思いますので、本当に楽しい時間だったんですけども、本格的にやったんで、ぜひフィッシャーズさんの動画をチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今後もね、もしかしたらこういうコラボあったら嬉しいなと思いますけども、まあ、基本的にはね、まあ、私一人で、試し切りしたりね、いろんなちょっと技試してみたりする動画が結構多いと思うんですけれども、またこういうねコラボ企画なんかも、まあ、もし可能であればいろいろやっていければなと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。